はい、おはようございます。ペンジ満載の苦手さよならペンジのうんぬんかんぬんやっていきたいと思います。今日は4年生の常用漢字の富、富士山の富ですね、説明をしていきます。まず浮かんむりなんですけど、浮かんむりを幅広く大きく書いてくださいですかね。まず一画目、キューッと斜めに押さえてピッとやってますが、まあ一度押さえてまっすぐでも構わないです。でここ少しこう長めにですかね。でふっくら右上がりで、次のこの横棒に向かってピッと払います。この角度ですね、見てくださいね、この幅の広さ。でもそれに対してみんな上の浮かんむりに合わせたり、まあこういう方眼紙だと全部隅から隅まで合わせようとしちゃったりするんですけど、下は全部スリムにって書いてあるんですけど、別に細長くするっていう意味じゃなくて、このスリムな幅で、細長い幅の中にちゃんとしたこの比率で書いてくださいね。全然横行かなくて大丈夫です。この細い幅の中でしっかり一つ一つ丁寧に書いてくださいですかね。なのでここからここまで線引かないように控えめにちょんで大丈夫です。ちょっとだけで、ここの幅とここの幅とここの幅をが同じだといいかなと思います。これもまあ練習が必要ですけど、これも右上がり、ふっくら右上がりですかね。でここしっかりここちぼめてください。がっつりやった方がかっこよくなります。こちらもそうですけどね、ここちぼめて、でここふっくら右上がりで、ここをしっかりちぼめて、でふっくら右上がりで閉じると。でここもスペースこれと同じぐらいな感じにしてもらって、下がっつりちぼめてください。でここふっくら右上がり、ふっくらさせて、ここがっつりちぼめてください。で中央控えめ、両サイドより控えめに長さ書いてもらって、ふっくら右上がりで閉じてください。でここの幅も揃えてくださいね。このでここ少し開けると大人っぽくなります。大丈夫ですかね、細く。でこれもここのスペースが合ってればもうちょっと広くても大丈夫です。はい、それでは書いてみます。キュービとで、幅の広い浮かんむり、ふっくら右上がりで、ちょっとで、ちょっと広めに書きます。ふっくら右上がり、ちぼめて、ちぼめて、はい、こんな感じです。さっきよりもちょっと幅広く書いてみましたけど、そんなに悪くないと思います。真似して書いてみてください。チャンネル登録もお願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。